西島靖君お願いします。あの時代がどん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 変わってきて、本当に情報をどういう風に取るかっていうのがめちゃくちゃ大事になってきて、この自由っていうのも分かりづらくなってきてる時代なんですよ。アムウェイはいい製品を扱ってる会社で、それ間違いないじゃないですか。イメージが悪いって言ってる人もその後に製品はいいよねっていうじゃないですか。知識と情報というものがちゃんとなければ、ここを発信できなければ人がついてこない時代になってるんじゃないですか。アムウェイの製品って何よりももうとっくにずっと売れ続けてるわけですから。で、浄水器も空気清浄機もサプリメントもそうなんですけど、これ世界で一番売れてるわけですから。っていうものを僕たちが扱っているのに、アムウェイがうまくいかないっていう言葉を言う人って何かっていうと、努力が足りないだけだよって話じゃないですか。要は世界では売れているものを僕たちが広められてないのは、アイデアとか情報が足りてないし、自分の周りにそれをきちんと CM できてないだけでしょって話なんですよ。知識と情報でしっかりとしたものを渡してた時に、テンション関係なしにちゃんと使う製品をちゃんとリレーできてた時に、ネットワークって大きくなるんじゃないんですかって。